サンクロードは、フランス、ブルゴーニュフランシュコンテ地域圏ジュラ圏のコミューン。サンクロードは、ビエンヌ川とタコン川が合流する谷の奥にある。標高500メートル以上のオージュラ山地の峰々に囲まれている。サンクロード聖堂サンクロードの歴史は、5世紀初頭に、聖職者ロマンとリュッピさんの兄弟が創設した修道院の周囲で始まった。集落の最初の名はコンダと言った。 5世紀終わりに、修道院の影響力が増すにつれ、修道士オイアンの名にちなみサント・イアンドイコール10と変わった。639年、ブザンソンの聖クロードがオイアンの修道士となった。699年に亡くなっている聖クロードの無傷の遺体が12世紀後半に発見されると、巡礼地としてサント・イアンは恩恵を受けるようになった。地名はサント・サンクロードというようになった。 15世紀、同伴のルイは、聖クロードを崇拝し、地名は、サンクロードただ一つとなった。ルイは、幾度か巡礼に訪れている。1499年、ルイ12世と再婚したばかりのアンヌド・ブルターニュは、王国の後継ぎを授かるよう祈りにサンクロードを、訪れた。彼女は、最初の夫シャルル8世との間に産んだ子供すべてを、失っていたのである。この後アンヌが妊娠。 出産したのは王女クロードであった。1742年当時、修道院はサンクロード教区に付属していた。ボルテールは住民を不駅から解放しようとしない、サンクロードの修道士たちに対して反対のキャンペーンを繰り広げた。フランス革命後、王政や封建制を否定する目的から、サンクロードはその名をコンダモンターニュに変えさせられた。20世紀初頭。 ジュラ都市間鉄道がサンクロードに開通した。かつては巡礼者相手に工芸品を製造、売買することが主体だった。現在はダイヤモンドや石の研磨業が盛んである。また、プラスティックスバレの端にあることから、プラスティック製造業の工場が集まっている。アンシークロピディニバーセル、アバジェーデ・コンダット・ハット、アンシークロピディニバーセル、セイン・トクロード。ありがとうございます。